私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化スストレスの研究をしています。今日は与謝野き子の死、君死にたもうことなかれ」についてお話をしますそして「100年の過根についてもお話をしますこのビデオの用紙は最近役所から届いている通知書を「赤紙」と表現する方がおられました。 赤髪について少し解説をします。そして、よさのあきこさんの死も紹介します。そして、私は今回の出来事を100年の過根と呼んでいますが、その理由も解説します。酸化ストレスは、おぎゃーと生まれた時が最も低く、30歳以上からだんだん高知になってきます。そして、酸化ストレスが低い状態のお子様は、抵抗力もあって、 現在大流行している感染症に感染しても重症化しにくいわけですね。ライフシフシトという本が2017年に刊行されましたが2007年以降に生まれた日本人は半数以上が100歳前で生きると予測されています。つまり15 100歳以下のの方ですなぜ私が100年の過根かというと幼児を残して心筋炎で若くして亡くなられた方がいます。 私が思うのはそのお子様が100歳になった時にもなぜ私の父は死ななければならなかったのかと考えるはずです。与謝野明子さんの有名な詩に「君死にたもうことなかれ」というものがあります。旅順の皇位軍の中にある弟さん総七を嘆いて書いた歌で無事に帰ってほしいという内容でした。 この詩を発表した時に与謝奈さんはものすごいバッシングを受けたそうです。つまり非国民だという意味ですね。さて第二次大戦時に赤髪を無視したらどうなったでしょう兵器の拒否は監獄へ直行。しかも監獄では普通の囚人以上に過酷な扱いを受けるだけでなく残された家族は国賊として差別されます。普通の人は 兵隊に行っても戦地に行くと決まったわけではない。戦地に行っても死ぬと決まったわけではないと自らを納得させて入園したまた兵役は基本的に2年間ですから2年だけの辛抱と思っって頑張ったんです。さて現代の赤紙を無視したら何が起こるでしょうもちろん逮捕されることもありませんし私はむしろリスクが減少すると考えています そしてリスクの減少というのは2年間だけではなくて一生有効だと考えています抗酸化研究室についての情報です